んにちは。1日2日、三日です。ここにやってきました。今日は姫路。姫路はですね、兵庫県ですね。今日は姫路城マラソンの前日ということで姫路城に来ました。はい、姫路城マラソンなんですけど、おい邪魔すな邪魔すな迷惑系 YouTuber 邪魔すな迷惑系 YouTuber 迷惑系 YouTuber 邪魔すな。姫路城マラソンなんですけど、今のね TKD プロジェクトのよしきさんと今回は対決企画ということで、負けた方にはインスタのアイコンを1週間こう中二病っぽいすごいこうダサい感じのやつにするっていう、ちょっと痛い罰ゲームが待ってますね。よしきさんが今回2時間40分を目指すということで、僕は2時間30分切りを目指すということで、ハンデ10分で戦う予定なので、明日は精一杯勝ちたいと思うんですけど、まずねマラソンに来たからにはそこの場所を楽しむことということで、姫路城の観光に今当たったでしょ手まあいいえ、もう突っ込まんでいい、迷惑系 YouTuber 突っ込まんでいい。今回はですね、なので僕とかあと他のスペシャルランナーとしてよしきさん、志村、あとスイさん、キャッスルひとみさんと、もう豪華なメンバーでいろいろこう動いたりご飯も食べたりできるみたいなので、みんなで楽しんでいきたいと思います。今回は姫路旅、あ、待って、あ、こんにちは。え、俺もいい。今回はみんなで姫路旅、やってみよう。おいおい。天守閣、天守閣に入った。すごい。ユニバ来たみたい。確かに。川屋。川屋好き。川屋。なんかさ、姫路城さ、こうまあ6階、地上から6階も7階建てやん、はい、なんと柱がズドンズドン立ってんねん。え、この柱が支えてんねん。2本の、そう、すごくない？すごい。え、そんなもんなんじゃないですよね。いや、ない、そんな城はない、マジでない。全部組み立ってますよね。そうそう、この2本、大きいのがあるってことですか？そうそう、ある。いやもうそれがね、多分そこで見れるんちゃうかな。もうじゃあ陸上界の、あの TKD プロジェクト、吉木と武田みたいな感じですか？そうね。あ、違う、ちょっと微妙っぽい立ってますか？よしきと武田で2本支えてる、その2人。あ、そう、支えられてないらしい。一番近いから支えてる。あれ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 、すごい、めっちゃすごい。天守閣マジですごい、めっちゃすごい。なんかやりきった感あるわ。え、天守閣なぜか賽銭箱あんだけど大根あるし。結婚できません、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 結婚できますように。今日は前夜祭ということで。前夜祭、はい、もうたらふく飲んで、たらふく食べて、はい、明日に備えていただければと思います。はい、ということで、今日お疲れ様でした。乾杯乾杯。ちょい名物姫路おでん、これが生姜醤油煮つけて食べるらしいです。初、いただきます。うわうわ、続くね。うーん、早っ、リアクション早っ。今生姜の風味がブワーって口の中に広がるんすよ。もうまるで、生姜のお祭りや。おいいいじゃん、いいじゃん。30点ダメやん、クソダメやん。石村、それおでん食べたい、俺も。これ右の中で食べたやつだよ。ほんと、あ、欲しい欲しい。あ、あんして、あんして。え、いいのいいの、やった。絶対ちゃんと夫婦して、ちゃんと夫婦して、ちゃんと冷まして、ちゃんと冷ましてから。あ、熱々だから、ちゃんと冷まして、ちゃんと冷まして。これでも2時間ないの。あ、これちょっと暑いだろ、暑いだろ、ちゃんと吹いて出たやん。行きます、出ます。いや、楽しいね、楽しいね。ジュンちゃん来てもらえて、勘違いでしょ。酒飲んでないのに、出来上がるの早っ。我慢できない、今日は飲んじゃう。うわ、こいつ最悪だ、飲んじゃう。絶対負ける。お前、飲みすぎだって。めっちゃいい顔してた。いや、もうね、楽しんでなんぼだよね。まずはね、現地でちゃんと食事楽しまないと、マラソンなんて楽しめないよ。そうなんですよ。そう、ちょ、言っていい？カメラの皆さん、マラソンの楽しみのために何かを制限してはダメだ。今を楽しめ。前日から楽しみすぎました。でもちょっとさすがにもう時間もかなり遅いので、早く帰って寝ます。明日に備えます。ごちそうさまでした。マジでね、マジで。おはようございます。おはようございます。昨日は眠れませんでした。めっちゃ眠い。ちょっと緊張してるかもしれん。
ヨシキさんとの勝負に、うん、もうドキドキ夜も眠れないくらい緊張しちゃった、うん、負けたらだってインスタのアイコン一週間キモいのだよそれはね気合入るよ。インフルエンサーとして死活問題ですね。だからちゃんと勝ちたいっすただ二人ともジェルが買えたっていうそうブースとかにあったんよお店に、うん、そのエキスポ会場に。だから当日の朝ももちろん買えるだろうと思って調子乗って今日買うかって言ってきたらブースアップの9時半ってだからちょっと不安なところもあるんで、もう先に今エネルギーをちゃんと体に溜め込んどこうと思ってこのちゃんとエネルギーを補給してます。あとこれポケットに入るからダメです。なんだろう、これでこれでいくからほらいつだよ、奈良マラソン。これいけるわ、奈良マラソンですかね。奈良マラソンであのガッツギアとウイダー入れて走ったからね今回はいけます、アリナミンとりあえずじゃあヨシキさんが負けられないんで言い訳にせずに頑張ります。スイ様、アマン様、ありがとうございます。このくらい2回目ですカメラ回ってないところでやって、で、なんか面白いと思ったから多分今カメラ回ってからもう一回やってます。違います、感謝の気持ちです。そうだな、ありがとうございます恵んでくれました恵んでくれましたやったこれで走れる自己ベスト出る俺らさ、マラソンでジェル持ってこないってダメすぎだよ。なのになんか自分で準備する以上のものが手に入った。絶対負けないからな。各社、各社の誘導をしえ、マジでしばくよ、マジでしばくマジでしばくスタート10秒前おいがまぁ世界遺産姫路城マラソン2024今スタートです。おい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 、あ、それ三つややん、それ三つややん、20キロ70分10秒ぐらいです。初めてこんな速いペースで突っ込んで結構余裕なくてついていくのがやっとです。あと頑張りたいと思います、後半粘って、はい、うわーやばい、つったうわー痛い、うわー痛い頑張れ、やばいやばい、もう30キロで釣っちゃいました。あ、頑張りましょう、やばい、どうしよう、くそー、まだ疲労が残ってた、やってみよう、頑張ります、なんとかゴールします。イエーイ、応援がすごい、マジで応援がすごい、イエーイ、マジで応援が近い、すごい、あ、ありがとうございます。はい、足動けないけどめっちゃ応援してもらいます。しかもアルコール流れてるし、はい、イエーイ、頑張ろう、頑張る、行きます、行きます、行きます、マジで楽しい、やばい、これ釣っても苦しくても笑顔で最後まで頑張ります、走り切る、やってみよう、いける、いける、いけいけ、ほんと、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。まず、まあ、結果なんですけど僕が2時間45分あらもう途中27キロ地点でまさかのボーンって釣っちゃって、うん、あ、終わったと思って。一緒なんだ、釣っちゃったんだね、釣っちゃった。え、なんかね、多分ね、今年入って100キロマラソン1回やったんやけど、そっからもう2週間ぐらい走れてなくて、うん、うまくそこで練習詰めてなかったかなっていうのがあって、しかも突っ込んじゃった、うん、なのに、いや、自分のちょっと今日はミスだなっていう悔しい部分もあるんですけど、うん、
応援やばくなかったっすか？やばかったね。マジで楽しかった、ね、だからもう、ね、めっちゃ苦しかったしめっちゃきつかったんだけど、もうなんかなんとかもう笑顔で走り切ろうっていう気持ちで無事に走り切ることができました。もうちょっと走りとして悔しい部分はあるんだけど、なんかこれだけなんか楽しく笑顔で走れたので、まあ OK 大尊敬してます、はいはい。まあ、次また来週にいい刺激が入ったので来週熊本城頑張りたいと思うんですけど、あれ対決の結果は忘れてた忘れてた、もうね、姫路城マラソンが楽しすぎて、あ、忘れてた、みんなはしないあんだけ煽っときながらじゃあ言っていいですか、うん、タイムがいくつ？タイム僕2時間45分です。5分ちょうど30何秒ぐらい、正式はこれなんですけど、はい、はい、で僕が、ギリギリ勝ったわ違う違う違う、話違うよ10分半でだから、はい、10分半でそうですよね、レイジ君、はい、くそー楽しみー五日高屋中二病アイコン決定。うわーマジかあ、これはね、あの勝負は勝負なんで、まあ仕方ない、はい、それは仕方ないですね。1週間でもし仕事が入ってきたら宣材写真それ送るんでしょ。送ります。バカかよバカかよじゃあちょっと僕のアイコンを楽しみにしてくださいってことで、姫路城マラソン、まあファンラン、はい、フルマラソンで楽しんだんですけど、まあ、どうでした感想一言でまとめて、一言でまとめると、うん、最後の甘酒が美味しかったそこかいそこかい。え、でもそしたらじゃあ来年はぜひフルマラソン走ってほしい、はい、絶対走りたい。いや俺マジでね、応援やばい、応援がやばいところってね、マラソン楽しいよ。熊本城マラソン、愛媛マラソンしかり、うん、いや姫路はね、うん、まあ超えたって言っていいか分かんないけど、もう同じぐらいの暑かった、暑かったね、熱い応援だった。もうねこれはぜひ皆さん味わってほしいです、うん、よしきさんどうでしたか。そうですね、僕も、今シーズン、2時間48分、うん、2時間50分とちょっと苦しいレースだったんですけども、まあ、あの人生で言ったらセカンドベストでちょっとまとめられたので、うん、ちょっと自己ベスト出なかったのはまあ悔しいんですけど、うん、まあ OK まあね、なんか皆さんもっとなんか軽く捉えてほしいよ ね、 趣味、趣味で娯楽でマラソンやってるんだから、うん、クソでなかった、うん、さあみたいなの、うん、まあまあそれはそれでいいんですけど、うん、まあ別にね失敗したらまた次頑張ればいいやんっていうので、プロ、うん、じゃないから、ね、はいはい、人生長いからね、うん、そうだね趣味だからね。私は5000で全然坂道も何もなかったんですけど、うん、フルマラソンどうだったんですか。めっちゃ走りやすかった、はい、走りやすかった、フラットでタイムがすごい出る、うん、コースだったと思う。あ、そうなんですね。まあ、それも含めてすごく、じゃあタイム狙う人もいいと思うし、もういいし、もう応援を満喫する、あと姫路城観光お姫路城で満喫するっていうのもね、うん、いろんな楽しみ方ができる、服がないからね、はい、辛くないから、初心者の方も挑戦しやすいかもしれない、うん、はい、できるだけ皆さんマラソンちょっとでも楽しそうだなって思ったらぜひやってみようしてほしいなと思います。はい、でもあの絶対にさ手の届かないさ、まあ力の差じゃん、うん、三塚がラスト1キロで見えた時、うん、めっちゃ楽しかったいると思って私たちもめっちゃ興奮しました盛り上がってる何よりですそうだね、トーク的には盛り上がったんじゃない、うんうん、よかったね、うん、じゃあまあまあ僕らも楽しめたし、はい、みんなも楽しそうなので、はい、ここからは次タイム追います。次タイム、僕も次タイム、はい、熊本城マラソン来週見とけよ私も1ヶ月後にサブ3出場、熊本城マラソン、熊本城マラソンで東京マラソン、僕はまず熊本城マラソン、熊本城マラソン、僕も三歳マラソン、東京マラソン、はい、で東京マラソン頑張ります。またみんなでマラソン生活楽しんでいきましょう、うん、はい、じゃあこれからも楽しくランニングやってみよう。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント待ってます。私も待ってます。やってみて